火力のタービンに関する問題です。2極の回転開始型三層同機器が広く使われます。機械的強度の関係から構造は円筒型になっています。直径は小さいです。冷却は密閉の水素型を用います。同期発電機は安定した周波数を維持することや大容量の発電をすることができることから火力発電に採用されやすいです。タービンは熱的にも機械的にも強度は必要ですが、回転子の構造に結びつくのは機械的強度になります。形ですが直径と言っているので形は円形をしているということがわかります。直径は強度的には小さい方が負荷が小さくなります。冷却方式は密閉という言葉があることから空気中に触れると危険があるものだと推測できます。水素は酸素と結びつくと爆発する危険があるため密閉ということ密閉して使用する必要があります。